はいどうもこんにちは、カジマックです。この動画はドットピープスさんの提供でお送りします。タイトル見てちょっとびっくりしませんでした？スマホリングがなんとたったの1ミリ。いや1ミリって一体何やねんと。正式名称で言えばスマホグリップ。例えば一般的にはスマホリングといえばこれ、はい、こういう形。これをスマホの背中につけてリングに指を差し込んでスマホを保持するっていうのが大体皆さんのスマホリングの認識だと思うんですけど、今回ご紹介する商品はリングというよりベルトなんですよ。はい、もったいぶらずにさっさとお見せします。せーの、じゃん。はい、これ名前はゴーベルト。ちなみにこれパッケージはプロトタイプなんで実際の製品とはちょっと変わってくると思いますけど、はい、これわかります？はい、ペラペラの紙ですよ。紙こんなにペラペラ、ここに入ってるんですよゴーベルト。これが一体どう機能するのかちょっと気になるでしょ。今回ご紹介するのはドットピープスのスマホグリップゴーベルトです。今回ご紹介するこのゴーベルト、たった1ミリのスマホグリップ。しかもこれスマホリング的な使い方に加えて、スマホリングにも付帯されがちなスタンド機能も兼ね備えてます。たった1ミリのゴーベルトでそんなことができるのか、開けて貼って使ってみたいと思います。で、さっきもお伝えした通り、このパッケージは試作品です。実際皆さんのお手元に届くときは、ちょっと違ったものになると思います。で、実はここ、はい、これわかります？こういった透明のベースフィルムがついてます。結構貼る場所は選ばないゴーベルトなんですけど、布、レザー、凹凸のある表面には取り付けできません。ただおおむねスマホ本体直やスマホケースでも TPU やポリカーボネートなんかにはしっかりと貼り付きます。で、説明書きにはシリコンやゴムのような素材、アルミ素材、プリント印字されてるケース、あるいはスマホ直に貼るとき、そのスマホの素材が金属や防コーティングしてる場合は、このベースフィルムを貼ってから、その上にゴーベルトを貼っ付ける感じです。それ以外は直張りでいけます。で、そのゴーベルトがこちら。はい、これわかりますかね？これですよ、これ。ちょっと開けてみますね。はい、中身はこんな感じ。裏返すと、このぐるりが粘着部となってます。ゴーベルトって書いてあるんで、こっちを上にして、スマホの背中にペタッと貼る感じ。はい、これ、わかります？たった1ミリのゴーベルト。で、これパッと見も、実際触ってみても、一瞬、あれ？金属？ってちょっと錯覚するんですけど、素材はポリプロピレンなんですよ。なんでこれ自体が、他の素材を傷つけることはまずないです。でね、こんなペラペラで、複雑な形状なんで、大丈夫かなって思うんですけど、強度も結構高いです。もちろん鉄じゃないんで、これをつけたままワイヤレス充電や、お財布携帯も大丈夫です。ちなみにドイツで開発されたゴーベルト。なんかドイツって聞くと堅牢さを感じますよね。しかもこれ、保証はなんと180日。もしも破損したら、無償で交換してくれます。このあたりも安心です。ってことでこの、ピクセル 4A に貼っていきますね。まず貼る時の基本、貼り付ける場所をしっかり清掃。できればアルコールなんかで脱脂した方がいいと思います。で、しっかり乾燥させて、ちょっとこちらをご覧ください。水晶貼り付け位置はこのあたりです。基本的に貼り直しできないんで、慎重に貼りましょう。で、このケースは TPU ケースなんで、ゴーベルト直張りします。はい、こんな感じ。すぐに使いたいところですけど、粘着が定着するまで1時間放置しましょう。はい、それでは再開します。で、実際貼ってみると、はい、どうでしょうか。こんな感じ。で、正直しばらく使っていると、ここはちょっとプカプカします。でもこれなんていうか、すごくしっかりしてるけど、素材が柔らかいんで、こうやってペタっておけば、スマホの自重でしっくり収まるんで、多少のガタつきはあるんですけど、スマホリングの比ではないです。で、これ実際使うとき、はい、もう何も難しいことはないです。ここに引っかかりがあるんで、下に向かってスライドさせます。はい、こんな感じ。これであとは、指を入れれば、はい、もう完全に保持できてます。で、グッと押さえれば、はい、収納ができます。で、このベルトの起こし動作、最初だけちょっと硬く感じるんですけど、馴染みがくればすんなりと、片手でも出せるようになります。そしてもう一つの機能、スタンド機能は起こして、下にずらし下げてあげて、このペラを手前に持ってくる。はい、こんな感じ。
実際こういったスタイルで YouTube ご覧いただいている方も多いんじゃないでしょうか。ドイツ初のたった1ミリ高強度のスマホグリップとなると、はい、なんとこれまだ発売されてません。今現在幕開けでクラウドファンディング特価で出てます。いずれ Amazon でも発売される予定なんですけど、買うならいつですか？はい、そう、今でしょう。ってことで幕開けのサイトには詳しい説明もたくさん書かれていて、すごくわかりやすいんで、説明欄にリンク貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。で、実はちょっと調べてみると、もう何本か YouTube に動画も上がっているこのゴーベルト、実は僕の動画公開には待ったがかかってました。っていうのも反響がすごすぎて、逆にちょっと待って状態だったようで、正直急がないとなくなっちゃうかもしれません。で、今回改めて貼ってみたんですけど、実は僕、はい、これおっぽりの絵、もう結構前から使ってました。馴染みが来るとほんとすっと出せるし、スタンド機能も簡単にロックがかかります。外すのも簡単で、ちょっと好みがあるんで、僕は規定の位置よりもかなり下につけてるんですけど、ここでも一応、はい、しっかりスタンド機能、大丈夫そうですよ。で、ほんとこの形状、最初は華奢に感じてちょっと不安あったんですけど、いや、もう全然杞憂でした。で、使い勝手もリングと違って、このベルト部分幅が広いんで、長時間使っていても指への負担が少ないです。そして、そもそもおすすめしたいのは、現スマホリングユーザーだけじゃなくて、まだこういったスマホリング的なものを使ったことない方、スマホ落としたことないですか？ちなみに僕もうちの奥さんも今までスマホリングをずっと使ってるんで、一度も落としてガラスを割ったことはないです。それを考えると、こういう商品、保険の意味で導入もありです。説明欄に幕開けのリンクを貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。ということで、ドットピープスのスマホグリップゴーベルトのご紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。